ある日、あなたが初めて訪れた町で巨大地震に遭遇したら、あなたはどう感じ、何を考え、そしてどう行動するだろうか。もちろん冷静に振る舞うだろう。怖くて一歩も進めないかもしれないな。人と助け合って生き延びたい。自分の大切な人を何が何でも守ろうとするだろう。一人でも多くの人を助けるのに全力を尽くすつもりだ。どんな時でも自分自身を大切にしたい。人生を変える機会と捉えたい。そんなのやってみないとわからないよ。つべこべ言わずに早く始めてほしい。僕は僕はこんな顔をして、そしてこんな髪型をしていた。気なんなことなければさ、来てもすぐ帰れた。サボってんじゃないの。ついてるよな。何だんだこちゃっちゃったんだ。この後またすぐ大変な仕事。僕はこのバスに乗って。就職面接を受けるため、ある企業へ向かっているんだ。次で降りなきゃ。地震？強い揺れだって。僕はもう一度考えることにした。もし巨大地震にあったら、しかも初めて訪れた町で巨大地震にあったとしたら、僕は常に冷静に振る舞うに違いない。
丈夫か？名前は、名前は言えるか？とにかく早く、早くバスから離れろ！ここからは地震情報に全て切り替えて放送してまいります。川瀬郡で強い揺れを感じました。翡翠市にあるスタジオでも強い揺れを感じました。身の安全を確保することを最優先にしてください。倒壊している建物には注意してください。上からの落下物に注意して身を守ってください。福島県西部、その他山形県南部でも震度3を観測しています。ここからは地震情報に全て切り替えて放送してまいります。今後大きな余震が発生する恐れがあります。身の安全を確保することを最優先にしてください。倒壊している建物には大きな地震でしたな。こんな時なのに落としてしまった弁当を見ている。私は一体何をしてるんでしょうか。そうですよ、大きな地震が起きてるのに。確かに、こんな時に私は公園でぼーっとしている。全く緊張感がない。こんな時になんですが、ちょっと座りませんか。実は会社でリストラが行われ、退職に応じなければならなくなりました。家族に打ち明けることができず、出勤するふりをして毎朝家を出ます。もう1ヶ月近くこの公園に通ってるんですよ。次の給料の振り込み日が近づいているっていうのに、どうすればいいんだろう。そんな彼の姿を見て、僕は…気の毒だな。もう一度頑張ってほしい。お見苦しいところを見せてしまいました。若い人には頑張ってもらいたい。私のようにならないように。新情報に全て切り替えて放送してまいります。今後どうしよう。
しよう、うちの生徒たちどこに行ったの。はあ、このままじゃ私学校に戻れない。あの、すみません、この辺で青いベストの制服の女子生徒を見ませんでしたか。青いベスト、どこかで見たことがあるような。本当ですか。私、この近くにある翡翠学院高校の教師で比嘉と言います。授業を抜け出した生徒がこの辺りにいると聞いて呼びに来たんですけど、地震に遭ってしまって。怪我していなければいいけど、もし青いベストの制服の生徒の居場所が分かったら私に教えてください。分かりました、青いベストの生徒を見つけたら教えます。本当ですか、ありがとうございます。生徒は3人来ているはずです。申し訳ありませんがお願いします。探しに倉庫に行ったときは確かに持ってたんだけど、鍵。エリさん、どうします？買い物できそうにないですけど。そうね、どうしましょう。何よ、私たちになんかよ。翡翠学院高校の生徒さん、先生が探していたよ。私たちの学校の？エリさん、あいつじゃない？ほら、今年入ったばっかりの女の先生。ああ、比嘉先生ね。私たちを心配してくださっているのかしらね。どうします？ずっとここにいてもしょうがないけど。そうですわね。わかりましたわ。知らせてくれてありがとうございました。
そうですか。無事でよかったです。でも私のこと信用していないんでしょうかね。憧れの先生になれたのはいいんですけど、生徒とどう接すればいいのかわからなくて。私は一生懸命生徒のためを思っているつもりなんですけど、この仕事向いていないのかな。ごめんなさい、初対面の人にこんな愚痴を聞かせてしまって。いえ、僕でよければまた相談に乗りますよ。ありがとうございます。さっき見つけたのは二人って言いましたよね。もう一人生徒がいるはずなんです。探さないと。おい、そこの兄ちゃん。悪いな、人を探してる。この辺りに俺くらいの背丈の顔に怪我をしてる黒い T シャツの男を見かけなかった。それらしい男の人なら向こうへ走っていきました。チッ、逃げ足の速いやつだ。頑張って。どうなってるんだ。出てこられたのだろうか。倒れないんだ。地中があんなに。
どうしよう。ごめんなさい。私に何か用ですか？翡翠学院高校の生徒さん、先生が探していたよ。え？先生が？これからどうしますか？学校は避難所に指定されてたと思いますけど。そうね、学校に戻るのがいいと思うけど、道は塞がれているし。あそこくぐっていったら通れそうに見えませんか？本当だ、あそこをくぐっていけば向こうに出られるんじゃないですかね。そうですわね、服が汚れてしまうけど仕方ないですものね。ちょっと危ないわよ、向こうに出られるかどうかも分からないし。そういうことならヒロコ、最初に行って見てきてよ。秀美さん、それは。何言ってるの？そんな。分かりました。ダメよ、それなら私が行くわ。今まで何度も災害で倒壊物に挟まれても必ず助かってきたんだから。任せてください、僕が最初にくぐります。ありがとうございます。気をつけてくださいね。すごいわね。あれをくぐらないといけないの？
場所よりひどいじゃないの。もう戻れないじゃないの。みんな気をつけて歩くのよ。外の方が安全かも。大きなビルが倒れてくるようじゃ。怖くてどこも歩けん。街が壊れるとは。向こう側は火事が起きているらしい。心配だから早く戻りたいんだが。